皆さん、それではこんばんは。中学3年生の数学の授業になります。今日はですね、放物線のちょっと復習をちょこっといきまして、それから変位器というのが初めて出てきましたので、これもしかすると分かりにくい人もいるかもしれないので、チェックをしてみたいと思います。y は x の2乗に比例する関数、こういうような状況でしたよね。でまず一番はグラフ、放物線というグラフを書いてみようじゃないかというところから始まりました。y イコール x の2乗を1本この場で書いてみたいと思います。まずですね、これ対応する表をちょっとだけ、丁寧に書いてみました。マイナス3を x に入れるとマイナス3の2乗ですので9となるよね。マイナス2だったら4、マイナス1の2乗ですから1、0の2乗は0、1の2乗は1で、2の2乗が4で、3の2乗が9となりますよね。この7点を取っていきます。そして曲線ですので、きれいにスムーズにこう書けたら、上に開くグラフですね、書けたらいいと思います。チェックしていきましょう。まずは、ここで0、0からちょっとスタートいたします。0、0の原点、これが頂点になってるわけね。そして次は1、1とマイナス1、1を同時に取っていきます。1、1Y 軸について対称なので、マイナス1、1も一緒に取っていくと簡単だよね。次、2、4、2、4を取ります。対称だからマイナス2、4も取っちゃいます。3、9です。3、9を取って、やはり対称だからマイナス3、9を取ってあげます。ここで、きれいに放物線が書けるといいですね。なかなか難しいんですが、きれいな放物線を書いていけるといいです。ちょっとずれちゃいましたね。きれいな放物線が書けるといいですね。これね、実はね、上に行くより下に行った方がなんか書きやすいっていうね、ことが分かったとは思いますが、こんなグラフ、になれば放物線の完成です。こんな形で点を取って、そして曲線で結んであげる、ここら辺の0、原点に近いところはかなりのカーブがありますので、気をつけて書いてみてください。では2番に参りましょう。2番は何かというと、まずはここアの放物線とします。こっちをイの放物線とします。では格子点がちょっと表記されているんですが、格子点というのは x 座標も y 座標も、整数である点ですね。この点を見つけて、あるいは書いてあるので、その点を y イコール ax の2乗に代入して比例定数の a を求めよう、こういう話です。ですので、まずはあの22というのを入れてみたいと思います。 y イコール ax の2乗、22です。 x に2、 y に2、 2イコール a かける2の2乗、2イコール 4a となりますよね。つまり 4a が2ということですから、 a は4分の2、つまり2分の1ということになります。そしたら y イコール2分の 1x の2乗とすれば終了です。出来上がり、イエーイ。では e も行ってみましょう。さあ、よく分かってきたかな。 e の座標です。マイナス2、マイナス4、マイナス2、マイナス4、これを代入してみましょう。 y イコール ax の2乗ですね。マイナス4イコールマイナス2の2乗ですから 4a となりました。つまり a はマイナス1となったね。ですので、これは y イコールマイナス x の2乗というグラフだよ、放物線だよと分かれば OK です。さあ、そして今日一番大事なところ、変位器というところに入りましたね。変位器はどうやって求めるのか、ちょっと読んでみましょう。 y イコール
x の事乗というグラフです。 x の変域がマイナス1以上4以下の時、 y の変域を求めてちょうだい。さあ、さっきも書いたグラフですが、こういった時、まず最初は簡単に y イコール x の事乗に見立てたグラフを、それに似通ったグラフを書いてみましょう。こんな形で先生書いてみました。マイナス1以上4以下というのはここです。 x がマイナス1以上4以下の時ですね。となるとこのグラフは分かりやすく書いてしまえば、ちょっと違うところは消してみますよ。こういうことなんです。ここから始まってここまでのグラフで y は何から何まで取っているのかという問題です。そうなるとマイナス1の時 x がね、 y イコール x の事乗ですから、さっきも言ったように1ですよね。 y は1です。4の時は、あそこは書いてないけど4×4 でいいですよね。16です。だから1から y は16でいいんじゃないのと思いきや、これは残念ながら違ったんですよね。どうしてかというと、一度下がるんです。0に到達してから上がっていくんですね。ですのでここに最小値の0を取っているということ。だから0以上 y は16以下、こんな形で入れてほしいんです。ここが二次関数、この y イコール ax の事乗というグラフの特徴なんですね。一度下がって上に上がっています。ではマイナス x の事乗でしたらどうでしょうか。こうやって下に開いているグラフだよね。そしてマイナス2以上4以下という変域ですから、マイナス2から4まで、やはり消してしまうと、余計な部分を消してしまうとよくわかるので消してしまう。こんなグラフになるはずです。すると今度は一度上がってそれからまた下がっていくっていう状況になります。ですのでこの0というのが一番大きい値を持つんだね。ですのでこれはマイナス2の時マイナス4で、4の時は四四16だからマイナス16になるんだけれども、マイナス16からマイナス4までではなくて、0を1回取ってきちゃうから0まででかい最大値を取って、それからマイナス16まで下がるんだよ、こういう話なんです。ですのでこの答えはマイナス16以上 y は0以下、このようにして書いたんです。つまり x の変域が0を通過して0をまたいだときに、こんな形で0をまたいだとき、通過したとき、最大値か最小値に0というのが出てくるんだよ。これを一つ今日は勉強したわけでございます。さあこの変域しっかり確認をしておこうね。ではまた。